体の遠いところで打ってると思います。ドーム選手はあれですね、左手で右手をしっかり押してますね、肘を。早いですね。韓国の選手は手首を打つ瞬間に使ってます。バチって前に押してるっていうイメージ。しっかり前足に踏み込んで打ってるかと思います。はい、じゃあラスト、こういったところを気をつければバック状態になるよっていうことをドーム選手からちょっと聞きたいなと思います。君どうですかね。最後はインフェクトする瞬間、ラケットが触れないようにちゃんと固定して打つような練習をすることが大事です。はい、ありがとうございます。もう一度、ドーム選手に拍手。